Yeah. 俺はテリー・ケネディ。俺はトモヤ。俺はナスビ。Thank you so much. トマ、俺いつか俺自身のスケートパークを LA に作りたいね。スチ。おはようございます。本日9月16日水曜日、ででん、はい、ししとうね、ししとうさん、おはようございます。おはようございます。言うでも11時20分、あ、もう昼前だ、ね、早いな。早いっすね、今日僕ちょっと朝早かったからもう早いし、言うでもビープタイムでも結構あったもんね。そうっすね、ちょっとコンタクトレンズをトイレで落としてしまって結構遠く長いな。いやもうコンタクト落としてどこにあるかわからへんから一人でブチ入れてましたまあね、ちょっと嫌なこと続きで。そうっすよ、もう昨日ね、もう車のブレーキが壊れて、ね、リアのリアキャリパー、そうっすね、キャリパーからのオイル漏れで、なんかもうブレーキの遊びが多くなってね、今日の朝トーイングされました。トーイングアゲイン、その写真貼っとこうか。わかりました請求が700ドルでございます。ありがとうございます。あの、ちょっと多分1ヶ月ぐらい前かな、トーイングの先だもんパーキングバリデーションで車がないみたいな。そうっすよ、それからの昨日のブレーキ故障で本日を迎えることになりました。いや、なんかほんと車、なんやろ、 LA に住んだら車に結構金食われるよね。そうっすね、なんやかんややっぱ移動距離も長いんがあるから、あと元から買う車のね、結構マイレージが食ってるっていうのもあるから。そうだね、日本と違うもんな、全然。そうですね、全ておいでが乗り潰すって感じやもん。そうですね、日本やったら大体10万キロで手放すっすけど、そう、こっちで10万イコール6万マイルやろ、まあ、もう余裕っしょ。新車やな、ほんまに新車、あ、ほぼ新車やけどみたいなあんな10万マイルからが勝負みたいな。だからね、みんなこっちの人はまあ修理して乗って修理して乗ってっていう、はい、繰り返すもんな。はい、そんなこんなで今日も僕はトーイングされての、はい、もう2回や、2回も投入されたんや。そうっす、僕も先週歯痛くなってあ、そうやほんまにね、この1ヶ月ちょっとね、いろんなこと起きすぎて結構メンタル来てたんすよねニキニキ君食いすぎて、そう、ニキニキ君のせいでね歯が痛くなりましてほんまにね、ニキニキ君めっちゃうまいんすよ、ニキニキ君ウォーターメロン、ニキニキ君、タクボもね、ニキニキ君食いすぎてもうみんな同じ道を歩むんすね。一緒に住んだ時、家帰るやん、はい、毎日食うとんねんソファーで食うとん、おかえりです毎日食うとん、ニキ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 ライフやん。タクボは LA ライフじゃない、もうニキニキライフ、ニキニキライフか僕もニキニキライフちょっと始まりかけたけど、もうちょっと今そこをバンってやるだね。そうっす、もう吐いたくなって歯医者で行ってちょっと歯垢取ってもらいましょうか言うたら、もう200ドルっすからね。うっせやろ、2万円や、2万円っすよ、日本って言ったら、ね、あるもんな。そう、ある、そうっす、お金はあると思ったらあかん。うん、ない、うん、そんなこんなで今日もロングビーチですか。じゃあね、また今こんな感じで約何分、11時47分に着きます。あと24分。ロングビーチのなんていうパークでしたっけ、なんか名前ちょっと、はい、B なんとか、 B なんとかパークに行きます。 B なんとかパーク、 B パークで、ね
もう、狙ったらんやけん、最高。もう食べていいの？もう行きますか。よし。違うやな、もうね。なんかやっぱり、さっきも来る前も話したんですけど、うん、ロングビーチってすげえこう横のつながりっていうか、ローカル感がすごい強いんですよ。すごいな。もう他の地区に比べて。最近プロの昇格祝いパーティーがあったんですけど、本当のローカルしかいなくて、ロングビーチの。あロングビーチもチェリーのイメージしかないんですよ。だから本当そうですよ。本当にそうですよ。そうなんだ。チェリーのローカルの強さはすごいっすね。ちょっとやそっとじゃもうミングルできないっすね。おお入っていけない、うん、スキルもないと多分あれね。グループが多分いくつもあってすごいもうつながりにくい仲間意識がすごい。そうやな、まあ、日本みたいな感じですね。いやじゃあ今回こうそのチェリーに会えたですけど、はい、ハウトゥーお願いしなかった理由を素直に言ってみてください。いや初見でちょっと失礼ですねやっぱね。思ったっすよ初見でいきなりハウトゥーやってって。確かに確かに確かに。確かに。2、3回やったぐらいちょっと和んだぐらいで。はい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 。やるとか。なるほどね。しようかなってちょっと思ったんですよ。やっぱり初見でいきなりあプロいるからちょっとハウトゥーやってもらうってまあやっぱ失礼かなって。それはすごいです。やっぱ顔見知りになってちょっと喋るなってから。はい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 。そうだよね。やっぱ。そうだね。じゃああと2回やったらいきますね。まあ次っすね。次行くんだ。そう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 いうふうになんかまあ向こうも顔覚えてくれたぐらいで向こうもななんかまあなんていうんですかちょっと喋れるぐらいだったらまあ間違いないいいんじゃないですか。今日やばないですか。フェリックス来て TJ 来てねえそうっすフェリックスのシューティングに出会ってキックフリップ取られた2人です。でもなんかビールもらったし、まあ、ベリックス見てる人は知ってると思うんですけどくれるんですよ物をこうやって。なるほど。決めたらキックフリップなんてねまあ目つぶってできるんでバンってやりました。興奮したっすけどねそれもね。よかった。でもこれもうトーマがもう10分滑るって言ったことがあえてなかったですからね。確かにシェイクのとかねベリックスにやっても TK にやっても俺のメンタルをあらら。でスムージー飲んだ。スムージー飲んですぐ治ったりしてる。スムージー